アンダーテイル。ちょっと待って、とりあえずこっち行ってみるか。あ、黄色あるね。シーツの下取ってもね。オッケー、これでついて、なこれ VHS がたくさん並んでいる。アニメだよ。あ、全部あ、そういうことか。 VHS ってあれか。お、見れるじゃん。テープ1ね、ゴアちゃん起きて。ん、どうしたんだい。なんでビデオカメラなのか。 あれ今のゴアちゃんか。いいから、あなたのリアクションを撮りたかったのよ。ねえゴアちゃん、私が一番好きなジャムは何でしょう。いちごだろ。ブー、残念でした。私が一番好きなジャムはマーマレード。どう、面白かった。もう遅いから早く出て。待って、まだだよ。じゃあもしも私がカエルだったら何がやるでしょう。何ガエルなんだろう。母ガエルなんていいの、ママガエルなんていいの、これ。わからないよ。何ガエルだい。正解はママガエル。子供ができて嬉しくてたまらないんだね。まったく、君の相手をしていたら私はゆっくり寝るのもまあまあならないね。さあもう寝ましょう。え、待ってくれ鳥、今の笑えただろ。はは、からかっただけよ。おやすみなさいゴアちゃん。ああ、おやすみ。そうそう、部屋が暗すぎて、あ、そうそう、部屋が暗すぎてきっとビデオは何も映ってないと思う。ゴアちゃん、アズゴアか。トリエってことはトリエル。あ、ここはそこいたきすごいしか。もうちょっと見ていいですか。ちょっとえ？え？なに？たまたまレンズのキャップつけたままだった。へえ、なんで？いいじゃん、もう一回やってよ。あははは。え？マシって呼んだよこいつ。マシ、マシここにいますけど。テプさん。ハロー、マシ。カメラに向かってスマイル。こいつ絶対に、絶対にわかる。もう誰かがわかる。あはは、引っかかった。キャップをつけたままだったから映ってないようだ。一人で笑ってんの。ふふふふ。ウケる。え？あ、覚えてる覚えてる。父さんにパスタスコッチパイを作ってあげようとした時のこと。あ、絶対違うわこれ。こいつ違ったわ。あいつの父さんじゃないな。レシピにバターカップ1って書いてあったから、バターカップっていう花を摘んできたって言われて、摘んできて入れたら毒があったんだよね。そうそう、それで父さんめちゃくちゃ具合が悪くなっちゃってさ、すっごい反省したよ。母さんもカンカンだったし、君みたいに笑い飛ばせればよかったんだけど。その話がどうかした？え、カメラオフに。うん、わかった。何の話してんだろう、全然わかんないや。ねえマシ、やっぱりやりたくないよ。え、な、泣いてないって。もう子供でないんだ。泣くわけないだろ。うん、そうだよね。まさか君を疑うわけないじゃないか。うん、僕たちは強いんだ。みんなを自由にするんだ。僕、あの花を摘んでくる。バタースコ？バタースコ？バタースコだっけ？なんかさっき毒があるだな。マシ、聞こえる？目を覚まして。マシ、力を決意を力に変えるんだ。諦めるな。君は人間とモンスターの未来なの。ねえマシ、お願い、目を開けて。やっぱりこんなことやめようよ。だって僕、うん、そうだね。確かに僕は君を疑ったり しないって言った。6つだよね。6つ手に入れればいいんだよね。君と僕で二人で一緒にやるんだよね。え、何の話してんの、全然わかんない。ナンバー4、魂に関する情報を得るために人間について調べた。資料を求めて城の中を探っていたらこんなテープを見つけた。まずがきっと見たことがないだろう。きっと見ない方がいい。あ、じゃあこれトリエルが、トリエルじゃねえわ、誰だっけ、
アルフィーか、アルフィーがここまで持ってきたんだこのテープを。そういうことか。いや、まがまがしすぎでしょこれ。絶対襲われる気がするんだけどこいつに。そのうちで、これ KTI 抽出マシーンステータスオフ。 KTI って何なん、何 KTI って。なんか調べ、なんか本当に本当に何も思い浮かばなかった。何かボケようとしたけど何も思い浮かばなかった。ナンバー19、遺族から必死き、ひっきりなしに電話が来る。みんないつ帰ってくるのかって。なんて答えればいいの。もう電話鳴っても、電話が鳴っても無視してる。病んでるな、もう。今何も入っていない。これ絶対なんか1個入ってるでしょ。あ、冷たいのって言ってたわ、そういえば。揺れたね今。はずばかるの留守芸が4件。そのうち4つはみんながカンカンに怒ってるって話。残り1件は私にそっくりな可愛いカップを見つけたって話。どうでもいいかな。明らかにこいつ揺れたよね。ナンバー21、最近はずっとゴミ捨て場にいる。私にふさわしい場所。あー、じゃああそこ見るしかないのか。おっと、そっち今、あ、右側揺れてたやん。お前なの。いや、とても寒いはわかるけどさ。余るガム、また余るガムだ。ガム余ってんな。これジョーク言う。は、覚えてるわ。なんかすげえ悲しい。いや、すげえ悲しいんだけど今の。敵の表情がある。はは、ありがとう。この当てる気のない攻撃がすごい悲しいわ、私。お、終わった。お、鍵だ。OKOKOK。これ何？じゃあこれ見るよ。え？もうなんで揺れてんの？フェイク？いや、絶対揺れてるじゃん。お前、鬼揺れてるじゃん。お前に至っては鬼揺れてるぞ。あ、緑の鍵だね。カーテン。あそこだね。OK。これで鍵開けて。タオはあそこだもんね。じゃ、これで全部集まったのか。また来るんじゃないの？あ、来ねえし。あいつ何だったんだ。お前つくなよ。よし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 。で、今度はちょっと待って、回復して、こっちか。この先に行くとここだね。これだね、青色の鍵があると。よし、これで全部集まったからエレベーターが作動したのかな。エレベーターまでは特に別に何にもないか。来ないのか、敵は。ちょ、あれ？あれ？ちょっと待って、今シーツめくれたよね。あれ？違ったっけ？あ、違う、あそこ俺めくった場所か。今動かなかった、でも。なんかついた、今。待って、なんかパチって落としたよ、今。お前か。やめろ、急にそういうことやるの。じゃあもうこれでいいのかな。あ、これでヨサゲンティウスじゃないか。ちょっと待ってよ。まあ、やべ、ポペポペピッペコがない。もう買っとこう。に、あと2つぐらい買っとこう。よし、奥行くよ。なんだここ、停止しているようだ。歩いていけるのか。つかんし。ここ変な、今変な滑舌になったな。うわ、広っ。何これ、エレベーターの電源をコントロールするスイッチだ。入れてみようか。もう絶対顔でしょこれ、敵じゃん。なんか来たし。待って、それは無理、それは無理、この量は無理ぞ。動けんし。おとなしく捕まるしかないんですかこれ、僕。こら、やめなさい。おう。ご飯あげるからあっちへ行ってなさい。餌でどうにかなんのか。ごめんね。時間通りにご飯あげないと言うこと聞かなくて。あなたが持ってるポテチの匂いは嗅ぎつけたんだと思う。それはともかく、今、
電源を復帰しようとしたんだけど、あなたに先越されちゃったみたい。いろいろ面倒かけちゃってごめんね。でも来てくれてすっごく嬉しいよ。私ね、怖かったんだ。もうみんなに会えなくなるかもって。あ、さっきの子たちは、さっきの子たちのせいでって意味じゃないかよ。その、いざとなったら怖くてできないかもって思ったの。本当のことを打ち明けるなんて。それで結局取り返しのつかない逃げ方をしちゃうかもって思ったの。電話から出なくなったってこと？そうやってあれか、あの遺族の人とかに全くしなかったみたいな、連絡とかしなずにっていうことかな。魂の研究をしていて、決意というエネルギーを取り出すことに成功したの。それを使えばモンスターの魂をキープできると思った。でも実験は失敗したんだ。人間と違ってモンスターの体は実体が薄いから、決意のエキスを体内に留めておくことができなくて、肉体を構成するわずかな物質がドロドロに溶けて、被験者たちはお互いの体がくっついてしまった。あー、だからあれかな、なんかキメラみたいな感じになってたのがあいつら。そしてあんな姿になっちゃったんだ。それを見て私、ご家族には絶対本当のことは言えないと思った。誰にも言わず秘密にしないといけないって。だからどんなに問い詰められても私は黙っていた。それにそれ以上研究を進めることもなく怖くなった。自分がやってきたことは何もかも失敗だったから。でもね、やっぱりそれじゃダメだって気づいたよ。私、自分がしたことをみんなに打ち明けるよ。辛い目に遭うのは覚悟してる。自分を信じて、自分に正直に生きれば、正直になればその分苦しい思いすることだってあるはず。また失敗することもきっとある。でもね、転んだら手を差し伸べてくれる友達がいるって、そう分かってるだけでもう怖くないって気づいたんだ。いいこと言うな。なんか、あー、でもなんかそうだな。いや、あんだけだってさ、盛大なやらかし方したらさ、逃げたくなるよ。俺が逆の立場だったら多分なってるもんな。うん、だって、灰は返すからって言って、灰にならなかったでしょ？で、なんかよくわからん変な失敗しちゃって、結果どうしたらいいかわかんなくなっちゃったっていう感じだね。そう、説明しろって言われてもね、怖いわな、そりゃ。あなたのおかげだよ。さあ、みんな行くよ。家族が待ってる。お家に帰ろう。あー、なるほど。これで全部理解したと。そういう感じか。ん？何お前。ナンバー8。候補を決めた。アズゴアにはまだ行ってない。驚かせたいから、内緒にしておこう。お城の庭に真ん中にある特別なもの。一番最初に咲いた金色の花。外の世界から持ち込まれた花。あの花は、女王がお城を出ていく直前に現れた。もしも、魂を持たないものが、生きる一生を手に入れたらどうなるのだろう。え？フラフィーじゃん。絶対フラフィーじゃん、これ。またこぼついた。あの花が消えた。絶対フラフィーじゃん。なんだ？聞き覚えのない声がする。マシ？聞こえてる？本当に久しぶりだね。君はよくやってくれた。おかげで何もかもうまくいったよ。マシ、それじゃまた後で。え、待って、何これは、え、どこ、え、待って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 、え、待って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 、応急じゃん。え、待って、帰れんくなったんだけど。え、ふざけんじゃねえよふざけんじゃねえよ。いや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 、俺あの、最後に、クモのとこ行って、あれ、スパイダー系のやつ、大量に買い込んでやろうかなと思ってたのに。マジかよ。ポテチしかねえよ。いや、ポペチしかねえよ、ポペチしか。ポペトチップスしかねえよ。待って、マジで BGM ないし、決意もねえし、まっすぐ来れちゃったし、BGM ねえし。マジかよ。鍵がある。あ、そうか、あれか。ついあれだったか。あの、あそこ行くときに。あれ、でも開いてるくね？ここ閉まってたよね、だって。それを開けるための鍵じゃないの？ハートのロケット拾っとこうか。こっちが、ダガーでしょ？まあ、ダガーはいらないでしょ、別に。攻撃しないもんな。これ装備して、
異次元ボックスへに送ると。他は別に横島の T シャツしかないし、ここはいいか。え、鍵2本いただきましたけど、鍵2本いただきましたけど、鍵使う場所あるんですかこれ。だってパーパーでよ、こうこの下で使うのかな。待って、決意がないからさ、え、ここまで行くと、そう、あれだね、アズ川のとこ行けるよね。しかも誰も話してこねえし、なんか前回かなんかさ、前回ってか初見の時さ、めちゃめちゃ喋りかけられた覚えがあるんだけど、ここじゃないけど、確か。めっちゃ喋りかけられたのに、誰も俺に問いかけてきてくれない。もう、すべての民は私を見捨ててしまったようですわ。あ、え、でもケツいない、待って。これ多分向こうに行けるだけだもんね。え、これサンズいんのかな、じゃあ。いや、いないな。え、待って、決意なしでここまで来させられたんだけど、俺定期的にセーブしないとなんか心病んじゃう人間なんだけど、大丈夫けんのも。え、待てか、一旦落ち着いて待て待てか。この下ってまだあれがあるんだよね、多分カンオケパラダイスだよね、ここ多分。ああ、パラダイスですね。マシ耐えてますね。え、これじゃあさ、え、何、奥も見たいね、奥見させてよ。マシと、マシ、キャシ、ペシ、もうダメ、ネーミングセンスない。え、じゃあまあ一見入るよ。決意ください。あれ？あ、いたわ。こんにちは。ラララ。おや？お客さんかな？ちょっと待っててくれ。今水やりを終わらせてしまうからね。この辺はあれだな、変わらないな。お久しぶりです。ハロー、いらっしゃ。あ、君は。ダメなんだよね。そういうわけにもいかないんだよね。いや、俺はいいと思うよ。お茶濁すて、ティーパーティーでいいけどな。今日は素敵な日。あー、確かに。うん、こっちの世界もね、明るいですね、だいぶ。うん、小鳥がさえずってたわ、さっき。鬼ごっこでもして遊びたいか。に引っこもってゲームでもいいけどね。いや、ないその部屋の先には行くけど、この辺になんかあったりしないよね、別に。決意が一個もねえんだよな。この先決意決め込むなってか。緊張している、決意くださいっていう、それしかないっす。この、終わり。